ただいまから記者会見を行います。本日は知事からの発表はございません。本日の進行は朝日新聞社の宮脇記者にお願いしておりますので、よろしくお願いします。宮脇でございます。よろしくお願いいたします。お願いします。本日は記者クラブを代表しての管理者質問の用意はございませんので、各社から質問があればよろしくお願いします。岩手日報の佐々木と申します。よろしくお願いいたします。はい、私の方からは大きく2点お伺いできればと思ってました。まずコロナについてですね、伺いたいと思います。コロナの新規感染ですね、昨日1日あたり最多を更新しました。今後の見通しですね、どのような今後ピークがまた来るのかとかですね、今後の見通しと県民へ改めてこう呼びかけたいことということを教えていただきたいと思います。はい、日本全体過去最多の感染水準になっていて、東北、北陸のあたりでも、過去最多の県がこう並んでいるような状態になっています。岩手県もそういった全国的な傾向の中で、やはり感染者数が増えているというふうに思いますし、1週間10万人あたりの新規感染者数ですと、この47都道府県中の47位と一番少ない数字ではあるんですが、やはり過去最多のこの感染者数を更新しているような状況は、感染のこの拡大という傾向でありますので、まずは県民の皆さんにはこの基本的な感染対策の徹底と、この場面場面に応じた感染対策の徹底を改めてお願いしたいと思います。担当の方からは、やはり、お盆シーズンでこの帰省などのこの移動による感染や、また家族や親戚が集まっての感染が目立つというふうに報告を受けています。そうしたシーズン特有の事情による感染の増加というものがしばらく出てくると思うんですけれども、今気をつけなければならないのは、学校が新学期が始まりまして、この学校で感染が広がるリスクが出てきていますので、ここを気をつけていただきたいと思います。子どもの具合が悪ければ学校休んで家にいる、また具合が学校においてもこの感染が広がらないような工夫努めていただきたいと思います。学校が始まってからのこの感染の増加ということがもしあれば、それは来週に入ってからこう数値として出てくると思いますので、まずはこの週末、もう少しこのお盆シーズンの影響というのがどう出てくるか、そして来週に入ってこの学校が始まってからの影響がどう出てくるかというところをこう見極めたいと思います。ありがとうございます。ということで、過去最多を受けてですね、新たな対応策というものを現在県の方で検討しているのかどうかというのも伺えればと思います。ここは今国全体、政府の方からも、また全国知事会からもこう発信しているように、基本的な感染対策の徹底と、そして、場面場面での感染対策、それを行った上で、経済活動や社会活動をこう行ってくださいということになります。はい、ありがとうございます。もう一つコロナ関連なんですけれども、このコロナの感染拡大をめぐってですね、保健所の業務逼迫などを受けて、国の方が全数把握の見直しということを、現在検討しているようです。ただ一方でですね、全数把握をやめて定点観測に切り替えた場合に流行状況が見えづらくなるというような、弊害をですね、指摘する声もあります。その他にもですね、感染法上の分類を2類から5類にすぐに引き
き下げるべきといったですね、さまざまな意見が今出ているのが現状かなと思っています。知事にですね、この検査体制ですとか感染法上の分類というところ、どのようにお考えになっているのか、どのような形が望ましいと考えていらっしゃるのか、お聞かせいただけますか。まず今求められているのは、この感染法上の分類という中長期的なテーマよりむしろ、この日本全体で25万水準という過去最多のこの1日の感染者が出るような状況のもと、保健所の負担を減らすために、この今のルールの中からいくつかこのやらなくていいということを決めてですね、そして保健所がこの保健所のこの感染した人への対応を遅らせないようにすると、何が問題かと言いますと、こうやらなきゃならないことを丁寧にきちっとやっていますと、この新規感染者の方との連絡がどんどん遅くなってしまう、その日のうちに連絡がつかない、最初に連絡取るのにこう何日か経ってしまうっていうようなことがまずいので、速やかに感染した人とのこの連絡が取れるように、この作業、一人当たりの作業の量を減らすということですね。これはもう今みたいな感染水準になったら直ちにそれを発動するような、ですからもう本当今日にも政府として報告を求めているこれらの内容については当面報告しなくていいみたいなですね、それをこうすぐ出していただきたいという状況です。そうしますと、こちらの岩手県の方から政府の方に上げていく情報というものよりも、もっと現場の方で判断をして、柔軟な運用していった方がいいというようなお考えでございます。この日本の都道府県の中にはこうもうなし崩し的に報告すべきものをこう報告しないようになっているのではないかという指摘もあるんですけれども、やはりこうなし崩し的にというのは良くないと思いますので、そこは国として全国一律にハーシスのこの入力内容を減らすということはちょっと前にやりましたので、そういうことをこうどんどんやっていくと、あの時以上の感染者水準になっていますので、この間ハーシスの入力項目を減らした、さらに追加的な負担軽減をどんどんこう取っていくという、それが求められている局面です。はい、ありがとうございました。読売新聞の西口です。よろしくお願いします。はい、先日の一戸の豪雨被害視察の際に、町の方からは馬淵川の拡幅などの改良や砂防ダムの設置など具体的な対策の要望がありました。これを受けて、県として今後どのようにこう具体的な対策の検討を進めていくのか、あるいはもう着手の検討を始めている事業があればお伺いしたい次第です。今まず実態の調査をしながら、応急的なその通れない道路を通れるようにするとか、応急的なこう河川の土のうを積むような、そういう応急措置を今はやっているところでありますけれども、この本格的な復旧にあたってどう復旧させていくか、また将来防災どう強化していくかということについては、まずこう今の作業をやりながら調査を進め、その中でこう検討していくというふうになります。私のこう感触としましては、やはりこの過去降ったことのないようなこの短時間で水量雨量が多い大雨がいつどこに降るか分かんないような時代になってきていますので、やはりこの今まで以上のこの防災体制の強化という方向性は必要かなというふうに思います。
今おっしゃられたように、短期的な豪雨災害、豪雨というのが非常に増えている中で、例えば他県でこうどんどん広がっているような田んぼダムの活用であったりとか、そういったこう、ある種短期的かつ、費用も負担少なくできるような取り組みというのが意外と岩手では広がっていないような現状もあると思いますが、そういったことの普及だったりに対してはどのようにお考えになられていますか。6年前の台風10号災害で岩泉町が全体的にこう大きな被害を受けたんですが、そこからの復旧の中でこう今までなかったようなこの川からのこの洪水とのこの安全を家屋の再建と、あと河川の改修とうまく組み合わせて、集落としての安全を確保するような新しい、河川改修そして河川管理の在り方というのをこう工夫したような場所があります。住民の皆さんとこう話し合いながら進めていきますので、一定の時間はかかるんですけれども、今そういうことがこう必要な時代になっているので、そういう工夫をこう進めていくことが大事ということだと思います。ありがとうございました。お願いします。盛岡タイムズの佐々木でございます。はい。10日にありました岸田、改造内閣の顔ぶれをご覧になられると思いますが、その顔ぶれについての所感と、岩手県として国に何か注文をつけたいものがあればお聞かせください。はい。岩手県としては鈴木俊一財務大臣続投ということで、ILC について詳しい方ですので、そこに期待をしたいということ、そして財務大臣、また広く、岸田内閣としてこの地方にですね、十分なこの財源、そして、民間経済にもこうお金が回るようにして、行政の財源と民間の資金、それぞれこう地方が主役になる、経済構造を作って、地方がリードしていくような日本経済の回復をお願いしたいということ、これは去年の岸田内閣成立の時もそういうことを期待していたんですけれども、基本的にはこう同じことを期待したいと思います。一方、その旧統一教会問題との関連で、さっきの参院選でこの自民党の比例、候補がこの関係団体から組織的に、応援を受けていたと。でまたその応援のあり方についてこの党の、元総裁と申し上げましょうか、党の重要な役についているような方が、今回は誰を応援してほしいとか、誰から誰に移すみたいな、そういった調整を団体の側とやっているということで、やはり自民党として関係団体とこの関係があったということなんだと思います。したがって問題なのは、さまざま非人道的な、あるいは公序良俗に反すると言ってもいいと思うんですけれども、そのようなこのお金集めを行っている団体をあたかもこう認めているような、その宣伝の材料になるような過去のいろんなイベントに出たとか、メッセージを出したとか、取材に応じたとか、そういういわゆる広告塔、宣伝材料に使われるようなことがこうあったということが分かってきているわけですから、それらのこの宣伝効果を、広告塔としての効果をこの否定するような
思い切った、行動をこの自民党として求められていると思うんですね。それをきちんとやらないと、その自民党総裁が総理大臣として組閣した内閣というのをこの安心して信任することはできないわけですし、またこの自民党を基盤とした岸田内閣というものを認めることが、それが旧統一教会を認めてしまうことになるようでは、なかなかこう日本において内閣として仕事がしにくいと思うので、速やかにこの宣伝材料にされることがないよう、広告と効果を打ち消すように、この、まあ、基本的にはその党としての決別宣言なんだと思うんですけれども、過去こういう問題があり、また今も困っている多くの人がいる中で、党としてそういったことを認めるものではありませんと、こういうことをこう明確に打ち出して、そしてこう内閣としてフルに、安心して信任されるような形を作って仕事をしていってほしいと思います。ありがとうございました。デイリートーク新聞社の福山です、はい、よろしくお願いします。先ほどの、大雨に関して、8月の上旬から、中旬にかけて県内各地大雨被害に遭われました。被害というのは逐一報告があったんですけれども、今現在被害額というんでしょうか、農業関係やインフラなどですね、そういったものでの被害がどのようになっているか、そういった調査はどうなってましたでしょうか。そうですね、まさにやってる最中で、昨日私が実際視察したところもまだこう具体的な数字にはなってないところがありました。そこは急いで、被害額をきちっと明らかにしていきたいと思います。ありがとうございます。そちらについて、まだ今精査中ということですが、今後ですね、この、9月の定例会ですとか臨時会などで、そういったところの、その、被害の、何でしょう、補償でしょうか、そういったものに向けた補正などを組む予定というのは今のところあるでしょうか。はい、農業関係の被害はそれぞれ共済制度など既存の枠組みの中で何かあれば、農家や経営体が補償を受けられるような仕組みもあるんですけれども、それを超えるような大きな被害が出た場合には行政が動くと、そして、国からの補償というものも、あるいは支援というのが必要になるということで、そこは今現在被害状況を取りまとめ中というところです。どうもすいません、ありがとうございました。IBC の藤田と申します。よろしくお願いします。はい、先ほどの旧統一教会との関わりについてなんですが、父も長きにわたり政治家としても活動され、知事として活動され、その長きにわたる活動の中で統一教会との会合ですとか、そういった支援について知事の中でのご記憶っていうのはありますでしょうか。記憶にないと言いますか、政治的には活動を共にしたことはないというところです。選挙においての支援ですとか、そういったスタッフの関わりといったところはどうでしょうか。そうですね、基本的にそちらが応援する側と一貫して戦うような選挙をずっとやってきておりますので、特に今はもう日本で唯一共産党推薦を受けて当選している知事でもあり、ニュータイプ知事とか言って、その基本は保守のスタンスであっても共産党や社会党、社民党を認めるような、そういう保守のあり方というのを日本に
きちっとこう打ち立てて広げていこうという基本姿勢で、ここ6、7年ぐらいは、いや、まあそうですね、基本的に東日本大震災以降、日本の保守勢力もちゃんとそういう共産主義社会主義やっている、政党とも、力を合わせて復興に取り組まなきゃならないし、コロナ対策もやらなきゃならない。そうそう、コロナが始まった頃には、大連立というのが今必要という話もしてましてね、そういう共産党も、まあ、大臣を出さないまでも閣外協力ぐらいできるような形でコロナ対策を進めるべきと言っていて、今でもそう思ってますので、そういう私ですので、おっしゃられた団体とこう一緒に政治をやるというような感じにはなっておりません。ありがとうございます。河北新報の横川と申します、はい。私からちょっと2つお聞かせください。1点目なんですけど、知事のと休暇中 の過ごし方なんですけど、公務もあったと思うんですが、お休みの間はどのように過ごされていたのか教えてください。はい、結構休暇にしていた日にこう急遽仕事が入ったりということがありまして、大雨災害の被災地の視察や、あとは全国知事会の関係のオンライン会議などはこうもともと休暇の日にやっておりました。一方こう丸一日休める日も何日かありましたので、そこは普通のお盆の過ごし方、実家に行って仏壇を拝んだり、お大事に行ってお墓参りをしたり、そうですね、あとは家の網戸の掃除をしたりとか、そういうこともやっておりました。ありがとうございます。あと、もう一点なんですけど、来月にも知事が今年3月に立ち上げた行財政研究会 の報告がまとまってくると思うんですけど、改めてその、この財研究会を立ち上げた意義と、あと報告への期待感を教えてください。はい、このまず岩手県がこう直面している、財政的なこの厳しさをこ うまく分析していただいて、どういう要因がこの財政上この岩手特有のこの使い道に多くなっているかとかですね、そうですね、まあ、具体的に言った方が分かりやすいですね。医療関係や教育関係に他県に比べて、予算が多く使われているというようなこう岩手独特の財政構造を分析していただき、で一方その医療や教育といった分野は岩手にとってやはりこう大事な分野で、まあ、お金もかかってはいるけれども、県立病院ネットワークとか、そして、高校、魅力のある高校づくりとか、岩手、独自のこう工夫を凝らした政策も行われているといったところもこう見てもらってるかなと思っておりますので、まあ、そういったところからこう、うまくバランスの取れた岩手らしさを生かしながら、しかし中長期的にこの財政的に困らないような、まあ、そういう行財政のあり方をこう、取りまとめて、いただけることを期待しています。この報告の中で、教育が話題になっていると思うんですが、子ども
児童生徒数が、この30年間ぐらいで半減していたりですとか、どうもこれからも、まあ、さらにまた15歳未満人口が減っていくと思う、減っていくというようなあの内容も報告されてますけども、この、子どもの、人口減少なんで 少子化なんですけど、この現状どういうふうにお考えですか。はい、まあ、日本全体出生率がこう下がるような傾向があって、でそこにはあの、まあ、経済社会的な問題によってですね、この国民あるいは県民があの希望してないのにそうやって少子化が進んでいるというところがありますので、そこはやはり経済的社会的困難を克服して、まあ、生きにくさを生きやすさに変えてですね、あの子どもの育てにくさを育てやすさに変えていくということが、求められているというふうに思います。あともう一点だけ教えていただきたいんですが、あのこの、その報告の中で岩手県の大学進学率の低さですとか、あとはあの大学共通テストの、 あの、平均がかなり低いことも報告されています。とこれ教育を待っただと思うんですが、この、高校生の学力の問題っていうのは、知事としては教育委員会にどんなふうに改善を求めていきたいと思っていますか。この県民一人一人、まあ、特にその高校生一人一人の視点に立ってそれぞれ主体的に何をどう学ぶか、そして、まあ、学校の授業とかそれから受験の試験科目の勉強だけではなくて、あのスポーツもやりたい、文化活動もやりたい、ボランティア活動やあるいは国際的な活動もやりたい、あのそういう中でこの主体的に自分なりの学びっていうのをこう高校時代あのうまく組み合わせて自己実現を図るということについては、あの全体としてかなり岩手ではこうできている方ではないかと思います。まあ、そういう中から大谷翔平君のような存在が生まれたり、またこう大谷翔平君に続けということでいろんな分野でこの全国的国際的に活躍する、若い人たちもこう育ってきているというところがあると思います。ただ様々な課題もまたありますし、あのもっとあれを勉強しておけばよかったとか、もっとあれをしておけばよかったっていうこともこの生徒一人一人 あると思いますので、それぞれの学校そして県の教育委員会としてはそのような一人一人の希望に沿った学びをいかに実現していくかっていうことを組織的にうまくやっていくっていうことがあのテーマになりますので、まあ、今まで以上にですね、やはり向上心っていうものが教育にはあの大事だと思いますので、学校や教育委員会の方でも向上心を持って岩手の教育を発展させていってほしいと思います。岩手日日新聞社の益子です。はい、昨日岩手競馬 の広告宣伝をめぐって、組合の職員が、ま、起訴されました。であの広告会社の方は、ま、罰金50万円ということだったんですけれども、ま、組合職員の方は、ま、起訴ということで、ま、起訴状の内容によると、ま、平成31年1月から、ま、約3年間にわたってで、まあ、18回にわたって飲食接待、まあ、その他、まあ、商品券など、まあ、8万円近くの供与を受けていたということで、まあ、決して少なくない回数での、まあ、賄賂があったということなんですけれども、まあ、昨日もコメントを出していただいたところではありますが、改めて受け止めについてお願いいたします。はい、
起訴というのは大変遺憾でありまして、改めて、県民の皆さんに、また競馬ファンの皆さんに申し訳なく思います。そして競馬組合の職員向けのコンプライアンスマニュアルや職員倫理規定には利害関係者から金銭物品の贈与を受けること、また利害関係者から競合接待を受けることは、これは禁止されていると、行ってはならないということが明記されておりまして、これに反することが行われていたということは、これはあってはならないことと考えます。競馬組合としてはコンプライアンス推進チームを設置して再発防止に取り組むということでありますので、ぜひですね、この今回の事案の要因をしっかり検証し、そして再発防ぐことができるよう取り組んでほしいと思います。ありがとうございます。その競馬組合議会の方でも、コンプライアンスに関する、意識が足りなかったのではということが厳しく追及されたということですけれども、改めて、その組合に対しての、注意喚起とかそういったのは徹底されていかれるということです。そうですね、はっきりやってはならないということが規則に明記されてたことが、繰り返し行われていたという本当にあってはならないことでありますので、まず何がやってはいけないことは何かを繰り返し確認するというよりは、もうそれはやってはいけないことはこれは当たり前なので、なぜそれをやってしまったのか、また副管理者や組合幹部からの説明によると、この本人に問いただしたと、一度この強要を受けているというような通報があったので、それを本人に問いただしたけれども、本人はそれを否定したというようなやり取りがあって、そこの時点で止められなかった、でそれを防ぐことはできなかったのだろうかといったような検証がやはり必要ですので、本人からの確認というのはすでに司直の手に渡っておりますが、この起訴ということで今後司法手続きを通じて事実関係が明らかになっていくわけですので、その事実関係を踏まえながらですね、競馬組合は競馬組合で検証作業を進めて再発防止に努めるということだと思います。ありがとうございます。あと一点、話題変わりまして、高校野球のことなんですけれども、岩手代表の一ノ関学院が、先週土曜日の試合で、明豊に高校に敗北してしまいましたけれども、20年ぶりの、初勝利を第1回戦で挙げたということ、あとは今東北勢がベスト4に2校残っているということで、大変検討されているところではありますけれども、知事としてもし試合等をご覧になっているのであれば、その所感やねぎらいの言葉などお願いいたします。そうですね、お盆中にやったことの中にはその試合いいところは見ていたというところがありますが、もう見事な名勝負で、2試合ともそれぞれ勝った負けたという結果の違いはありますが、甲子園野球として非常に名勝負だったと思いますので、記憶に残るようないい試合をしてくれたということは、県民にとってもありがたいことですし、また全国の野球関係者にもいい試合を残すことができたんじゃないかと思います。ということであっぱれだと思っているんですけれども、あと応援のブラスバンドもですね、1回戦もすごいいろんな曲を次々に演奏して立派なブラスバンドだと思っていたら、実は大会の最中で、そこには行かずに
コンクールの方に出ていた吹奏楽部だったということで、で2試合目の方のブラスバンドをよく聞いていたら、さすがに非常にクオリティの高い演奏をしていてですね、応援団こう声での声援ともマッチして、応援も非常に良かったと思います。ありがとうございます。NHK の矢野と申します。はい、話題少し戻ってしまって申し訳ありません。新型コロナへの対応について、今病床使用率 40% 台前半で、対10万人あたりの人口者数も全国最低ランクという状況ですけど、医療機関へのやっぱ負荷は高まっている状況で、来週のお盆の影響ですとか、学校が始まった影響の出方次第では、その行動制限に伴ったような措置っていうのはやっぱ視野に入ってくるんでしょうか。今心配しておりますのは、この学校での感染が増えますと、そこで感染した子どもが家で医療従事者へのこう感染、あるいは家族が感染したということで医療従事者がこう濃厚接触者になるなどして、こう医療現場で働けなくなってしまうという、それを恐れておりますので、そうならないようにそれぞれこう気をつけていただきたいと思いますが、そういった経緯でこう医療の逼迫が加速していくリスクはあると思っています。以上をもちまして記者会見を終わります。はい、お疲れ様でした。